0対0ホームでのドローという結果になりました、この結果、いかがでしょうかかか、まあ、よくなっったたたでですす。ね。勝ち何度も何度も左サイドからチャンスを作る場面もありました、その自分の良さというのは出せた試合だと思いますが、まあ、自分の良さは出せましたし、まあ、ドリブルでも突破できたんですけど、まあ、結局、手につながってないので、まあ、もうちょっとその精度を上げていいきたいです。はい、チームとして失点が多かった前節から今節無失点、この意味はどのようなものがありますかで、まあ、で終わったのはすすごいい大きいですし、 まあやっぱそこはプラスに捉えていってまあ、次につなげていきたいですね最後に次の試合に向けて意気込みをお願いしますまあ僕らはプレーオフ今すごいセットギアのところでいるんでしっかりそれを繋げれるように次は絶対勝ちたいと思いますありがとうございました